初めて、うん、でも俺ちょっと早かったかもな、うん、そうですね、調子こいて、調子こいちゃった。ジャニーズさんでしたからね。ジャニーズさんだから、ね、ジャニーズさんでしたからね。いやいやいや、でもうーん、僕のそのまあ千葉っていうのもあるかもしれないけど、うん、割と早かったよみんな、なんか、あ、ジャニーズさんじゃなくても、ジャニーズさんじゃなくてもね、うん、初めて、でも初めてのやつは俺、うん、美容室とかじゃなくて、うん、あの買ってきて、あ、薬局とかで売ってるやつね。そう、はい、であれをなんか練って作って、うん、髪の毛塗ってたかな、うん、あれって何分間置いといてとかで、はいはい、強くいる、あのしたいとき、明るくしたいときには長くとかって書いてある、書いてある書いてある、はい、思い切って長くやってみた方ですか。中途半端にこわごわやると、あれ変わったのか変わんないのかぐらいになっちゃうじゃないですか。あ、うん、で、あの大体書いてある通りやりますよ。ああ、なるほど。そう、懐かしいな、うん、そうしたかな、うん、でブリーチしちゃうとね、うん、もうなかなか戻んないんで、うんうん、一回色をさ抜いちゃうとさ、うん、なんか俺一回ラブソースイートぐらいの時にもうすごい色になっちゃったのよ、うん、真っ金パっていうかさ、はいはい、ミルクティーみたいな色になっちゃって、はい、にしたんだけど、うんうん、でもそっからもうあの色にするのやめようと思ったら毛は切れるし、うん、ちぎれちゃうのね、うんうん、傷んで、はい、でそれなおかつパーマとか当てたりしたらもう本当にガチガチになっちゃうから、うん、だからそういうのはやんないようにもう心がけてますけどね。やりすぎに注意した方がいいかもしれないね、もしかしたら。はい、相葉さんもそういえば最近またちょっとカラーリングが明るくなってきましたね。これもだからブリーチしてるんで一回、うんうん、入れてんすよ、うん、暗めに色を落として、うん、ドラマの撮影の時に挑んでんだけど、うん、その色がねどんどん抜けてくるから、それもまた3週間に一遍ぐらい入れに行かないといけないんですよ、うん、それがめんどくさい、うん、相葉さんは今苦労してます、ね、はい、はい、すいません。